はようございます。おはようございます。2日目の朝です。はい、今日はですね、青森から、ずっと南に東京まで、東京の行程となります。北から南へ、一気にもう、ね、東日本エリアの最南端まで行きたいと思いますんで、ね、じゃあ早速行きますか。はい、じゃあ寒いね。寒いですね。やっぱ冷えますね、青森は。どうも、ワンコです。今回、東北、秋田新幹線には指定点を変わずに乗りました。盛岡以北の新幹線には指定席車両しかありません。ですので、満席になったら、乗れない人が出てきます。だってでもその列車に乗りたい、という人に殺害されるのが、特定特急券です。この特急券では、指定席に座ることはできません。しかし、お客さんが乗っていない席には座ってもいいです。見極めが難しいですが、駅ネットの予約画面や車掌さんに聞くなどして座れる場所を探してみましょう。 JR 東日本パスには全車指定席区間も総北環状車のみ特定特急券の効力を持つと書いてあります。4回分の指定席にカウントすることなく乗ることができました。座ってる場所に指定していたお客さんが乗ってきたら席を立ちましょう。はい、秋田です。秋田ね。秋田に着きました。うん、秋田美人でお探しに行くか。そうですね、美人でお探しに行きますか。俺の秋田小町はもう、たかれちゃったよ。美味しいんですよ、ラグノーの。やっぱり好きなの。プロパン好きっすか。やっぱ大好き。めっちゃ好きそうな顔してますもんね。いや、エフォー巻きみたいに食うやん。エフォー巻きじゃないんだから。いや、エフォーはあっちとかじゃないですから。リンゴは、シャン。シャキシャキしてるのもちろんなんだけど、はい、大変濃厚で。おね、よかったです、ね、青森に来たら皆さん買ってみてくださいって言いたいんですけど、実はこれ仙台駅でも売ってるんですね。仙台でも買えるんですよ。お前、なんでなんで、お前食べたいよ。 俺だって食べたいもん。いつでも食えるんだろう。いやいやいや、
やっぱ新潟だからちょっとね、北からだんだん南に移動してきてね、結構暖かくなってました。そう、比較対象は青森なのがおかしい。ハハハハハハハ、メリコンって日本一天井の低いセブンイレブンこれはもうめり込んでますよね、地面に、うん、日本一さ、天井低いんじゃないんだ沈んでる沈んでる取れてくる